家事にお仕事にお疲れ様です。花ためチャンネルのネギちゃんです。お悩み解決、多肉植物ということで、基本的には育てやすい多肉植物ですが、皆さん栽培でのお悩みがまあまああるようですね。そこで今回、お悩みに解決に導く基本の3ポイントを押さえ、安心して育てていきましょう。それではどうぞ。花ためチャンネル始まるよ。これさえ押さえればお悩み解決、基本の3ポイント。多肉植物の栽培は本当に手間がかかりませんが、置いておくだけで大丈夫とはいきません。かっこいい多肉植物を育てるには、水、光、風の3つのポイントがとても大切です。これさえ押さえていれば、実はどんな多肉植物のお悩みもほとんど解決ができます。ポイントの1つ目は水。水やりのコツを心得ましょう。多肉植物には旺盛に成長する時期、生育期と、眠っている時期、休眠期があります。まずこの時期をしっかり覚えておきましょう。生育期には鉢の用土が乾いたらたっぷり水やりをするのが鉄則です。用土の乾燥は鉢底から土の色を見たり、重さを覚えたり、葉のしなび方など自分なりの目安で見極めましょう。バキフォディウなら5月は週1回でも、真夏は毎日になります。アガベは葉っぱの間に水が溜まりやすいので、よく火に当てて早く乾かしましょう。そこから水が流れ出るまでたっぷり与えましょう。ポイントの2つ目は光です。夏と冬の太陽の位置を知りましょう。多肉植物には年間を通じて日照が大切です。不足すると徒長したり、茎が曲がったり、色褪せてしまいます。1年を通して1日に必要な日照時間は6時間以上。夏は太陽の位置が高いので、室内にほとんど日差しが届きません。春から秋は屋外の日向で、雨の当たらない軒下へ。冬に気温が5度を下回ったら室内に取り込みましょう。室内に取り込んだ場合は、日照不足を LED 照明で補いましょう。ポイント3つ目は風です。湿気を吹き飛ばすのが重要です。多肉植物はカラッとした環境で調子が良いものです。夏に水やりの回数が多くなっても、風通しが良くて用土がしっかり乾くと綺麗に育ちます。強化ガラスなどで周囲が囲われたベランダは蒸れやすいので気をつけましょう。風通しの良いメッシュ状の棚に多肉植物を置き、サーキュレーターなどで鉢底に風を当てるのもグッド。用土が乾きやすくなります。ここからは多肉植物のよくあるお悩みについて解説していきます。まず一つ目のお悩みは、アガベの葉っぱが黒くなったというお悩みです。スタイリッシュな株姿ながら、初心者にも育てやすいと大人気のアガベ。ところが葉の緑などが黒っぽく変色してしまったというお悩みをよく聞きます。ズバリ解決のポイントは、植物や鉢土に水を滞留させないということです。いわゆる草花に比べて、多肉植物というのは管理の結果が出るのが遅いものです。日照不足や用土の過失による根腐れの結果が数ヶ月経って出ることがあります。水が葉っぱに溜まって雑菌が入るなど、原因は複数かもしれません。まずは傷んだ葉を取り除き、夏は風通しの良い日向に置いて雨を避けましょう。水やりは鉢土がよく乾いてから行い、水やり後もできるだけ早く用土が乾くような環境で育てましょう。多肉植物には早く乾く風通しの良さが大事なのです。緊急の対策として、傷んだ葉っぱを切除するということも大事なポイントになってきます。黒く変色した部分が広がらないように、傷んだ葉を取り除きましょう。ということで、お悩み解決、多肉植物の基本の3ポイントと、よくあるお悩みについてお伝えしました。多肉植物を育てるには、水、光、風の3つのポイントがとても大切です。
こちらのポイントを押さえて、しっかりと多肉植物を育てていきましょう。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また今回の動画が良かったよという方はグッドマークを、有益な情報を逃さないためにチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。花ナイスデイ。